こんばんは。6時のニュースをお伝えします。浦安市に住む主婦である女性が今じゃなきゃダメかなと感じました。この日女性は夕飯の準備をしていた模様。するとリビングにいる6歳の息子からママ見て、ママ見てと叫び声が聞こえたとのこと。何か起きたのかと思いすぐさまリビングに駆けつけると息子がブリッジをしていました。そこで息子がママすごいと聞いてきたため女性はすごいすごいと返してあげたそうですが、心の中では今じゃなきゃダメなのかと感じていたとのことです。続いてのニュースです。韓国で4日、警察官がパトロール中に通行人から通報されていたことが分かりました。通報があったのは4日午後2時ごろ、一人の男性が歩道を歩いていた際、パトカーが停車しているのを発見。男性がふとパトカーの中を覗いてみると、あろうことかパトロール中なのにもかかわらず、二人の警察官が携帯で YouTube を見ていたのです。すかさず通行人の男性がこのことを注意すると警察官は、動画など見ていないと見えすいた嘘をついたとのこと。そこで男性が通報したことにより、警察官2人は警察から厳重注意を受けました。調べによりますと、警察官は亀の産卵動画を見ていたとのこと。大丈夫ですか？はい。以上。